マリ、一年のうちにいくつという上国が続々滅亡し去った。新人が立ち、旧人は追われ、古い機構は局部的に壊されてゆく。そしてまた局部的に新しい上国が立ち、文化が始められてきた。所詮こうなってはもう天下の動乱は行くところまで行くしかない。そして容易に安定の見えない風雲里の歳月は、決して人のももの肉の超えるほどな暇間は与えなかった。長浜の城へ霊が下った。もちろん信長からで、越前への再生霊であった。出陣の目的は反信長勢力の壊滅にある。越前はつい先年、そこの朝倉一族を滅ぼして、当に彼の東京圏内に置かれていたはずであるが、一年と持たなかった。戦後政策の失敗から領民の間に不平が勃発し、またそれを扇動する者もあって、たちまち新占領地の地盤は覆され、ここにも一気の火、かしこにも一気の火が上がり、全面的に反信長色に塗りつぶされてしまったのである。その主力はここでも明らかに、一向門徒の武器と財力と信仰に結束した旧朝倉の残党、その他の混成軍だった。それを遠くから援護する者に、西に中国の毛利家あり、北に甲斐の武田氏、越後の上杉家などがある。軍、外交、経済、あらゆる駆け引きは国々の方針であって、何とも簡単でない。播州越山はもう白かった。そこを越えて越前へ入った信長軍の主力は、丹羽五郎左衛門長秀と羽柴筑前守秀吉、一騎はたちまち征服された。翌年両将は雪に閉ざされぬうちに凱旋した。春は天正二年となっていたけれど、一月も過ぎるとまた再び越前の領内には騒然たる空気が上がっていた。始末の悪いとさすがの信長も舌打ちしたけれど、またそれに勘を立てて一方的に焦燥することを彼は密かに戒めていた。むしろその手には乗らんぞという堅持を守って、わざとそ知らぬふりを装っていた。この期間を信長が最も急務としていたのは、かえって内政の充実と軍備の再編成、そして自己の勢力圏内にある民心に将来の太平と東京の実を示すにあった。その一つとして彼は七カ国にわたる大道路の改修や架橋に着手していた。美濃、尾張、三河、伊勢、伊賀、近江、山城を貫く国道である。往来の幅を三間半と定め、道の両脇に樹木を植えさせた。そして無用な関所は撤廃した。通商も一般の旅行も極めて軽快になった。この道を歩み、並木の育ちを眺める者はもう信長を天下の主権者と認めていた。認めないでも讃えぬはなかった。いかに整備を強馬の金剛軍をもって焦土の占領地を満たしても、一般領民はそれをもってすぐ永久の支配者とは想像しなかった。彼らは治乱攻防の慌ただしさを見、また整備用急場や浄瑠璃の一丁の間に儚い消滅を告げてきたのを土と共に眺めてきた古い習性を持っている。だがそこの土に永久的な文化の建設や実利と希望をもたらされると、一も二もなく現実を謳歌する。やさけびや鉄砲の音にも黙々と耕している彼らとて、やはり推しでもなく飯でもなかった。正直な声を出せば、この世を個々の生命をやはり謳歌したい人間だった。で、信長は戦いつつ破壊しつつ、常にそういう方面も急務としていた。夏になると信長はまた霊を発して兵馬を長島へ動かした。長島征伐は今度で四度目である。しかもその前の三度が三度とも不利な戦に終わっている。その第一回には弟の織田彦七を死なせ、
翌元亀2年の時は宿将勝家が負傷し、氏家牧前が戦死し、去年の出征には武将の林進次郎以下たくさんな戦死があるなど、苦杯を喫し続けてきた敵である。この始末の悪い敵に対して信長はこう言っていた。先に叡山を焼き払って自分の態度は厳然と示してある。よってしばらく彼らの反省と介護をわしは待っていたのだ。にもかかわらず彼らの名望は覚めず、宗教の名に隠れて世襲を惑乱し、それに組さぬ領民は追って京都を招集し、勢いますます消滅して、ついに天下の禍根たらんとする現状を見るに至っては、もう断じて許すことはできない。そうして彼自ら陣頭に立った日の表を見ると、さながらかつての叡山攻めの時を思わすような眉をしていた。果たして6万の代表に配するに、織田家の行商はほとんど靴輪を並べたと言っていい。柴田、丹羽、佐久間、池田、前田、稲葉、林、滝川、佐々佐などの諸将が参加し、羽柴秀吉もまた一部隊を率いて出陣していた。8月2日、炭のような夏の一夜、風雨に乗じて大鳥居城へかかった。籠城していた男女1004人を皆殺しにして、これを焼き払ったのを手始めに、次々の小城や砦を粉砕し、翌月の中旬には中江長島の2条を取り囲んで、これを落とすと火を放って、阿鼻叫喚する城内2万余りの衆徒を一人残らず焼き殺してしまった。そうなるまでも衆徒の男女は一人として降伏しようとはしなかったのである。ある衆徒の一団700-800人の隊は、残暑の日がカンカン入りつける炎天へ半裸体のまま刀装を手に振るって城中から突き出し、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀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 と一斉に念仏を唱えながら切り死にしたというような猛烈な抵抗をしたのだった。ために織田軍の損害も少なくなかった。信長の一族中だけでも、いとこ信成、伊賀の神千千代、又八郎信時など、いずれも戦死し、織田大隅の神、道明半左衛門なども深手を負って退いたが、後間もなく死んだ。その他、少子の戦死、874人、負傷者は炎天の陰へ運びきれないほどだった。犠牲は大きかった。さすがの信長さえ、どこを見ても敵味方とも死者負傷者の累々と重なっているありさまに、はぁと向け場のない声を天に漏らしたほどである。後に天下の統合をほぼ成し遂げて安土に君臨する日となった時、信長もまた豪奢をやったが、英雄の真珠を深く探ってみるに、誰かただ自分一人の栄華のためだけに、そんな小さい欲望だけのためにこれほど大きな犠牲に転然としていられようか。物欲の豊満だけならすでに今の信長は七カ国の領主として十分に事足りていよう。名誉や空名を欲するなら、彼は京都へ向かってある運動もできる立場と位置にある。領海の不安を除くだけの意味なら、もっと保守的にももっと妥協的にも他に方法はいくらもある。彼が真に望んでいるものを実現するには、どうしても犠牲の代は忍ばねばならなかったのである。英雄の苦衷は実にここにある。では彼の欲していたものは何かといえば、破壊でなく建設にある。彼の理想している組織と文化を築くことにあった。信長と会ったこともなく、信長の生活も人となりも知らないくせに、近頃よく信長の噂を交わす道場の公家たちのうちには、信長あれはやはり田舎者じゃ、料理の味も知らぬとか、壊し大工も同じことで、壊すことにはまっしぐらじゃが建てることは要せぬ男よ、などといっぱし名称を下したつもりでいるような興奮を今もって陰では言っている者も多かったが、事実は徐々にそうでない信長を
洛中にも見せてきた。長島を平定してまず東海道から伊勢に渡る多年の大観を取り除くと、翌天正3年の2月27日には上洛の途に登っていた。彼が七カ国に渡って改修を命じておいた国道も早完成して、一路京都に続いていた。両側に植えさせた並木も皆よく育っていた。新井一代の弓矢を取って都にまで入りながら、その都で外小欲にとらわれ、都を荒廃させて都を落ち、やがて淡路で野垂れ死に同様な最後を遂げるなど、およそ武門の良い手本じゃ。あれにはなりたくないものよ。信長はよくそんなことを左右に語って自分の戒めともし、また武将をも暗に訓戒していた。木曽の義仲のことを言ったのであろう。義仲の弱点は、武人の誰にも一応はある弱点である。いや、人間の誰もが得意となれば陥りやすい穴である。信長自身のうちにも、そろそろその危険が反省されていたに違いない。花の3月、受落すると即日、彼は参内していた。天気奉仕の伝送を仰いで、その日は戻り、改めて道場の月経運閣を招待して春の大宴を張った。またその公家たちへは彼は多くの金品を送った。兵馬高僧の世に顧みられず、この名誉ある剣門たちがひどく物に貧しく、その貧しさにいじけて少しも君側の阿損であり、保筆の直心であるという高い麒麟も誇りも失っているのを哀れに感じたからである。金品ばかりでなく、彼はこの中に自己の気迫を輸血する気を持っていた。先に彼は朝廷の恩命があっても廃止したが、今度は進んで参議に任官し、受参議に叙せられた。また内装を遂げて南都の東大寺に秘蔵伝来されている蘭奢待の名香を切るお許しを受けた。この香木は聖武天皇の御を中国から渡来したもので、正倉院に封じられて勅許がなければ見ることすら許されないものだった。蘭奢待、この文字の中に唐第一の三字が隠してある。主上からこれをいただいたものは足利義政以後信長だけであった。が、これを排除するには実に壮大丁重な儀式がある。勅使南都の大主、ことごとく式に列し、信長自身排除に出、当日の奉行役としては花輪九郎右衛門、荒木摂津守、武井石庵、その他柴田、丹羽、佐久間、八谷兵庫守など、何してもその行僧の創刊式の厳かなことは行参とも言えるほどだった。辰野国お蔵開き、名香は六尺の長持ちに捨てられてある。生前の思い出とせよの軍神、お供の馬回りまで松代の物語と遠くから拝観が許される。そして取り出された香木の箸一寸八分ほどを信長はいただいたのであった。一寸八分の香木のために、この正義が取り行われたばかりか、ために奈良の町といい、金剛の伽藍や名所といい、諸国から集まってきた人出で春の空も誇りに黄ばむばかりであった。どうも行さんだな、信長のやることは。少し若い奈良法師たちの噂を聞くと、そういうものもあるし、またこういうものもあった。政治だよ、信長はあれでなかなか政治家なんだよ。信長は確かに武人にして政治家でもあった。世間の愚眼者が彼をそう見たのは当たっている。けれどその時代の政治というものは現代でいうところの政治とは相違があった。政治という言葉そのものがもっと高潔であり明朗であったのである。今日のごとく汚されていなかった。人間の天職のうちで一番遠大な理想と
広い陣愛を奉行しうる職として、諸人は常にその職能に傾向と辛抱をかけていた。もちろん長い歴史のうちには、その政治を握っても民衆の信頼を裏切った試験者はいくらもあり、すでに全室町政治のごときもそれだったが、さりとて民衆は政治そのものを癒しめたり疑ったりはしなかった。奉行する人の遺憾にあることを知っていた。政治というその気高い言葉までが、あたらいやしい私欲の都の表看板かのように地に出してしまったのは、明治末期から大正昭和初期にかけてのことで、本来の政治とはあくまで人間の職能として最高の善事を奉行するものでなければならない。その職府にある大臣や高官をあたかも無能な愚人のように揶揄したりするとき、それは小市民の風言や皮肉みをお茶受けのように軽く喜ばせたりするか知らぬが、その時代下の民衆は必ず不幸であり不安であるに決まっている。故に大臣高官は意重く、いるにも出るにも常に散乱とあってほしい。民衆はその方が頼もしく、また安泰を感じるのである。助裁ない政治家だの、民衆の美足ばかり伺っている大臣などは、いつの世でも民衆は見ていたくない。民衆の本能は高い平等に対して、やはり土下座し、礼拝し、看顧して仰ぎたいものである。形では上下の区別があっても、その時地下の民衆は大きな安心と、国家の太平を感じるからである。信長はそういう庶民性をよく見ていた。乱者隊を賜るべく勅許を仰いだのも、一個の身に名香の香りを持ちたいだけの小欲ではなかった。むしろ自己の光栄と存在を全土の民衆の上にくんくんと行き渡らせたいための政治だったという方が適切であった。またこういう行事から彼はたちまち公家系心の文化人と接触し、信仰を結んでいった。彼の趣味は観世の能、高和歌の舞、相撲、鷹狩り、茶の湯などであったという。相場趣味もあった。一面に文化人と融和を図りながら、信長はまた決して民衆を置き去りにはしなかった。自分の相場60頭を出して鴨の馬場で大競馬を催し、それには莫大な費用と善備を尽くして市民の観覧を許し、数日にわたって一般の老幼男女を楽しませた。けれど彼は何をして遊んでもそれに溺れない自己をいつも持っていた。宗国寺へ三条烏丸飛鳥の諸兄を招いて蹴鞠を催した時である。今川義元の一子氏真は蹴鞠の名手と言われていたが、その日も晴れがましく装束して庭上で得意の鞠を蹴ってみせた。鮮やか、実に鮮やか、天才である、氏真殿は。公家たちは皆褒めたたえたが、信長は後で自身にこう言ったということである。哀れ、今川氏真もして鞠を蹴る技の十分の一でも文武に心を入れていたら、あたら楽ように余儀の人となって庶人の見せ物にはさらせれまいものを。祖父以来の寸縁三の三カ国を他人に取られて、ただ一個の鞠を抱き得意がっておるあの様子は、さてさて見るもなかなか不憫であった。